え、何？電波が悪いだっけ？ごめんね、止まっちゃった。これさ、あのさ、今日占い10人ってなんじゃないの、本当は。めっちゃ携帯が動かなかったんだけど今。やっぱ部屋のさ隅っこだからさ、電波がさ届かなかったのかな。鼻水が。おはよう。やばい、朝機嫌悪いのバレる。外にいるおじさんがさ、すっごい大きな声でくしゃみした。朝って本当に嫌い、眠いもん。みんなも同じでしょう。美人さんですね。よく言われます。ほんまに眠いです。全然眠そうには見えない。なら良かったです。鼻がかゆい。実際オタク以外にも美人ですねってよく言われるの。当たり前なの、クラッカー。おはよう。フル今のギャグびっくりしちゃった、自分で言っといて。おじいちゃんが言ってたな。
ママ来た。やだ、なんか鼻水鼻炎。鼻炎がすごい今日。汗だからね。汗だからさ、初見さん多いのにさ、天井ばっか見せててさ、なんやこいつって思われそう。早く起きてて偉い。かっここの後寝る。夕方くらいまで寝てやる。天井意外と人気あるで。どういうことやねん。おかしいでしょ。本気で眠いでごわす。おはようでごわす。ていうか昨日のさ、夜のさ配信のテンション多分おかしかった。配信のテンションっていうか、ただの深夜テンション。致死量の鼻水は。
眠たい。あ、眠たい、本当に。みんな朝早いんだね。いつもこの時間に起きてるの？尊敬。私無理。これから出勤です。マジか。仕事なのか。じゃあ もういつも職場にいる時間聞いてない。二度寝する。もうね、これ終わったら秒で寝ます。私は私もずんちゃんず。二度寝どころか私は三度寝四度寝できます。もう地面と垂直でいることがつらい。いつでも平行でいたい。地面と おはよう。眠む。ひたすら眠い。平行になった瞬間秒で寝ます。お、お仕事頑張って。ファイト。
おはよう。おはよう。絶対センターやると宣言しよう。すげえな、朝から。これから学校です。わー、そっか、やばいな、みんな偉いな、本当に。お、お仕事行ってらっしゃいませ。お祭り騒ぎしてる人がいる朝から。おはよう。なぎちゃんも偉いよ。頑張った、早起き。1時間しか寝てないけど。なぎち、目がパキパキ。昨日はね、ちょっと夜更かしできてね、お絵かきができたよ、やっと。眠そうなぎち、眠そうすぎて機嫌が悪いなぎち。朝から毒舌なぎち、絶対この後二度寝するなぎち。朝ごはん食べたいけど寝たいなぎち。いろんななぎちがいますね。小学生が学校に行く声がした。朝早いから子供っぽくなる。なぎち。なぎちはね、あゆがね、呼んでくるからね、定着してきたんだよね、なぎち。おはよう。高校生じゃなくて中学生の時さ、私風紀委員だったのね。それでさ、朝早く学校に来てみんなに挨拶しなきゃいけないんだけど、それが本当にきつかったんだよね。途中からサボって怒られたけど。おっとっと、やばい、来たので生まれた。めっちゃ実家で生まれた。危ねえ。
ょっと今本当に早く来ないからさ。これ私の布団なんだけど、猫の布団。ミュートのボタンってさ、外カメのボタン近いんだよね。これちょっとどうにかなりません？画角がさ、すっごい上から目線でびっくりしちゃった今。本当に眠たいよ。なぎちゃんの声眠くなる。どうしてよ。ボソボソ喋ってるからさ。でも私の声って本当にさ、うるさくなくていいよね。自分で言うけど。そっか、学生メンバーはこの後学校か。きついなそれ。私だったらずっと寝ちゃうよ。なんかこの前さ、ももちゃんがさ、ミュートがさ、なんかミュートしてるのにミュートできてなかったっていうのを聞いて、私めっちゃ恐れてて、私の鼻水噛む音が全部聞こえてたらどうしようって。私がミュートしてる時はだいたい鼻水をなんかしてる時なんですけど、本当に怖くて、それが最近本当にミュートできてるのかなって。できてる？よかった。あら、塞がっちゃった。それももちゃんやないかい。おはよう。ねえねえ、7時に、間違えた、8時になったら教えてください。寝るので。いってらっしゃいパパ。眠む。寝ていいかな、このまま。パパ
ぱいいってらっしゃい。うちのパパは学生時代モテモテだったそうです。寝落ち配信やばい、バンされる。ももちゃんにね、寝起きの顔をね、あの誰って言われたことある。むくみすぎてて、そうなんだよね。関の山家はね、みんなね、綺麗な顔してる。あのね、ブースティー祭りにね、お姉ちゃんが来たんだけど、マネージャーさんに、お姉ちゃん二人とも全然似てないねって言われて、でも綺麗だねって。てくださって、そうなんですよ、本当に似てなくて、うちら兄弟姉妹本当に全員違う顔してて、でもみんな可愛い美人。明日さ、お仕事あるからさ、今日のうちに寝ておきたい。超寝まくろ。私、風邪ひいてるときにどうしてもホルモンが食べたくなっちゃって、この前サンキラクに行って白ジャンをかましてきました。白ジャンボ友達と二人で食べたんですけど、マジで美味しいんだけど。なんであのサンキラクに行ったんですね、なんであんなに美味しいの。私もつ系大好きなんですよ。白ジャン全然二皿いける。朝から焼肉の話。もつ大好き。眠たいな。かわいい。
知っている。眠い。みんなが引くほど寝てやる。この後なぎちゃんって朝起きれるんだね。私って何だと思われてるの？そんな夜行性じゃないからね。夜行性か、ごめん。俺も寝てやる。寝てやれ寝てやれ。おはよう。いってらっしゃい。頑張れ。朝はドラクエね。今日はしない。もう眠すぎてね、秒で寝たい。ジャンボって3人前、3人前なの？2人？2人前じゃないの？あれ？どうだったっけ？まあどっちにしろ私にとっては1人前。やばい、名言きた。どっちにしろ私にとっては一人前。めっちゃいいなこれ。やばい、朝から名言出ちゃったよ。さすが私。さすが私だわ。さすが4期のセクシー美少女清掃お姉さん担当。朝は弱い。さすがだわ。めっちゃたくさん担当してるやん。そうなんですよ。だからもう本当に大変で。無言フォローしてみました。絶対外すなよって言ってみました。美女は朝弱いもので。そうなの？あともう少しでフォロワーさんが2000人いくので嬉しいです。100万人目指して頑張ります。追加してください。おもろい担当。私はおもろい担当は狙っていないのでお断りします。豆の配信が売り上げにつながると思って頑張ってみますか。まあね、ちょっと反省しました。今までちょっと配信してなすぎたなって。これからいっぱい配信しようと思います。
ドラクエ担当ってなんやねん。ないわそんな担当。おはに。朝の挨拶は気持ちいいですね。なぎちも反省します。私ってなんだと思われてる。よく血も涙もない女だと言われます。そんなことはないです。人間なので血は流れるし涙が出るし。頑張れ。ありがとう。二度寝超頑張るね。お仕事頑張れ。応援してるよ。あ、かぼちゃありがとう。血も涙もない人間はいませんよ。人間はね、血は流れるしね、涙は出るしね。なぎちゃんブレない鉄の女。うん、ブレブレ。よくブレます。なぎねき優しいです。めっちゃ優しいです。夜配信も大人の時間になりそうですか。はい、10時以降です。もうこの時間じゃんじゃん使っていきたいと思う。あと5分。ありがとう。配信ありがとう。こちらこそ見てくれてありがとう。わあ、ありがとう。なに？ナイス。22時からてっぺんですかね。いや、夕方にも一回やるかな。7時から8時。11時からやるかなと。またチャットとかメールに送りますね。時間、朝配信のために早起きしたの。え、そうだよ、褒めて。偉いから。この私が一日ん毎日3時間みっちり配信している。嵐でも来るのか。寝まくります。これから毎日配信してるさ、ももちゃんとかさほとかあゆとか本当にすごいよね。
大大大大大尊敬。おはよう。みんな今日は何曜日？今日水曜日？木曜日か。木曜日って一番疲れてるし、しんどいけど、お仕事頑張ってね。辛い時は私のおもろいチャットでも見て元気を出してください。よし。どうしよう。今何分なの？何時を読もうかな。あら、男女読みます。13位、13位ケンツさん、12位アキノーさん、11位スパローさん、10位突破Qさん、くしゃみが、9位リオさん、8位シュンさん、7位輝き48さん、6位マサヒロさん、5位新潟カズさん、4位D山さん、3位ぶんちゃんさん、2位メープルナーくん、1位シジュカラさんです。ありがとう。じゃあしんどいけど、しんどいよね木曜日。本当に頑張りました。ありがとう。お疲れ様。ありがとう。よし、秒で寝ます。この後メール送るので、ぜひよかったら読んでください。ありがとう。お仕事学校いろいろあるけど、あと今日乗り越えて明日乗り越えたらお休みだから頑張ろうね。またね。また夕方。おやすみ。お、間違えた。おやすみ言っちゃった。いってらっしゃい。頑張って。